さて、こちらは JR 函館駅なんですけど、この函館駅の目の前にあるホテル、今ね、振り向きますね。もうね、駅から振り向いたらもうここにあるのが、今回ゴールデンウィークにお世話になったルートイングランディア函館駅前さんです。函館駅まで徒歩1分かかんないぐらいのめちゃくちゃアクセスのいい場所にあるんですね。お土産とかたっぷり売ってる運び場さんも目の前にあります。そしてこちらのホテル、なんと天然温泉なんですよ。なので、このぬるすべの気持ちいい温泉にもう滞在中ね、6回か7回入りましたね。とっても気持ちいい温泉でした。そして、函館駅が近いということは、函館朝市もめちゃくちゃ近いんですよ。徒歩5分かかんないぐらいですからね。駅の向こうがすぐに朝市なんで、この函館朝市の丼横丁もめちゃくちゃ楽しいんですよね。いろんなね、丼屋さんがたくさん入ってて、その周りではね、海産物とかお土産たっぷり売ってるんですね。あ、そうそう。この函館朝市での朝ごはんの食べ動画、それはね、この動画の概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。これ朝市に行ったのが5月4日の朝7時頃なんですけど、朝7時だけど激混みでしたね。まあ、ゴールデンウィークですからね、混んで当たり前ですかね。さて、前置きはこのぐらいにして、ルートイングランティア函館駅前さんの朝食を紹介したいと思います。こちらは、ホームページにあった朝食の案内なんですけど、1階にレストランがあるんですよ。そこで、朝食バイキングいただけるんですね。57品の品数のほか、ライブキッチンもあるみたいですね。それでは早速朝ごはんに行ってみたいと思います。こちらが、朝食のチケットになります。このチケットを持って1階の、レストランに行きたいと思います。あ、そう、部屋はね、1201で12階の最上階の部屋で、とっても眺めが良かったですね。それでは、ルートイングランティア函館駅前さんの、朝食バイキングの様子をご覧ください。ナレーションが邪魔になっちゃうと思うので、ここからはナレーションなしでご覧ください。いいですか。はい。はい、チケットをお預かりいたします。はい。さて、こんな感じの朝ごはんになりました。函館らしく、イクラとかイカそうめんがあったんで、こんな感じでね、オリジナル丼にして食べてました。品数は57品目あって、もうね、十分すぎますね。どれ食べようか迷うぐらいでしたね。で、この目玉焼きイクラ納豆丼もめちゃくちゃ美味しかったです。そしてもちろんね、スイーツも品数豊富にありました。このプリンタルトがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。でね、北海道なんで、カツゲンもありました。このカツゲンをね、たっぷり飲んで、レンタカーで観光に出かけたいと思います。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。